久保田康彦は、日本の経営学者、中小企業診断士、コンサルタント、実業家。学校法人産業能立大学チューター、経コンサルティング代表、特定非営利活動法人東京城南中、小企業診断士会コンサルティング部所属。株式会社産農コンサルティング、取締役総務部部長、株式会社産のコンサルティング、 取締役コンサルタントなどを歴任した。1964年、早稲田大学の第一小学部を卒業した。同年、テルモに入社し、主として原価計算の制度の構築に従事するとともに、株式上場を目指したり、さらには日本国外に設けられた拠点の管理に携わった。その後、百八十九年に三農コンサルティングに入社した。同社では、 取締役に就任するとともに総務部の部長を兼任した。その後、取締役コンサルタントとして活動した。2000年、自身の会社となる、K コンサルティングを設立し、その代表に就任した。学校法人産業能率大学では、チューターとして活躍し、主として、セミナーや通信講座などを通じて、社会人の啓発に取り組んだ。また、 特定非営利活動法人である東京城南中小企業診断司会のコンサルティング部にも所属していた。現在も社団法人である中小企業診断協会の城南司会のブログなどにて自身の知識や経験に基づくコラムを寄稿している。なお、2000年には執筆した論文が評価され中小企業診断シンポジウムにて 中小企業診断協会会長賞を受賞している。ありがとうございます。